はい、どうもサンショットです。はい、ノンです。ジョーカーです。ここはですら、はい、はい、また真実の時間でございます。はい、今日はですね、はい、結果に強くなろうっていう男だとしたらね、ほう、一番大事なのは、はい、ちゃんと基礎体力としてっていうのもあるんだけども、相手を殴った時に、拳がね、潰れてしまったり壊れてしまったりで、一発いいの行きましたってなったとしても、その後にね、二発目殴れる拳じゃないとダメよって話。おお、なるほど。だから護身術とかでね、使うのは大体こういったところ、ここだったりとかっていうのが多いんだけれども、拳でね、やっぱり相手をちゃんと的確に殴るっていうことも含めて、拳をちゃんと鍛えましょうっていうこと。ほう、なるほど。拳を鍛える方法です。はい。で、簡単な方法。はい。表面、皮膚を厚くするっていうこともまず大事。で、こう。拳同士でコスコスするっていうことでも皮膚は硬くなります。おお、なるほど。毎日やるとね、これを剣立て。ああ、はい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 、剣立てありますね。ありますよね。はい。で、普通はね、多分こういうところだと慣れてないとまず間違いなくとんでもなく痛くなるんだけれども、普通にこれがねできるようにならないと、拳っていうのはこのまっすぐこう当たる圧力に対して手首がねポキャンっていっちゃうわけ。お、腕力、腕、はい、っていうものをちゃんと鍛えるようにっていう。剣立てやってみて。痛む？痛い。まず最初にバスタオルを敷いたりとか、フロアの人方も多いと思うから、でバスタオルを敷いたりとかして、ちょっとこれをね実践するようにしてください。すいません。殴られるの怖いじゃん。怖い。うん。それに慣れなきゃダメなんだよ。なるほど。そうそうそう。で、うちなんかよくね、実践とかでやる実践っていうか訓練方法でやるのが、打つのと打たれるのと慣れましょうっていう。わかる。全く不慣れない人間だから。うん。だから打つことと打たれることで、肉体の痛みっていうものをきちんと自分の体に染み付かせることによって、ちゃんと防御をしなければ、あと例えば今までの動画でもやってきたけど、こう例えば受ける時にちゃんとつけなきゃダメだよとか、バーンってなった時にこれがそのまま当たっちゃうからね、威力につながる。で、腕のガードがどんだけ大事かっていうものとか、でそのガードをしてる時にお腹を打たれたらどうなるのかっていうこととかも、いろいろやっぱり肉体的な痛みで覚えなきゃダメなわけですよ。僕こうやってガードするんで、はい、このガードのところからこう殴ってください。この上からそういう、でフック気味に殴ったりとか、もっと強く、もっと、そうそうそう。はい、変わるのか。こういう感じ。揺れる。うん。で、これが素手とかだと、もっと余計にね、痛かったりもするし、きつかったりもするから。で、どこを打つと脳が揺れるって分かるでしょ。こっち下を打つと脳揺れるでしょ。揺れる。肘側ね。で、これって同じことで、顔の肘側。うん。
ていうものをガードするガードするってなったとしても、ここのクッションがある程度開いて開いてある方がこれは顔は揺れない。ああ揺れない。でこれをぴったりくっつけすぎると一緒に揺れちゃうから今度は腕をこうあれしてが、いや、つけない、こう、うん、そう、パンっていうか、で、こう振っていくときにパンっていうか、はい、うんうん、ちゃんと打とう。そう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 。顔に向かってね。そしたらガードがちゃんとさ。で、この入る瞬間とか、これもできてくるわけ。目をちゃんと開けておくとね。そしたらこの状態の時に何やるかって言ったら落とせる。っていうのもやっていく。ほい。何の時に入るの？そうそうそう。うん、そうそう、落とす。トン、トン、そうでしただから普通に打ってくるじゃん。それこれで落とすんだよ。わかる？わかんない。野崎さんね。ここでもここで入っちゃう。それを覚える。でこれを目を開けてないと、うん、ちゃんとね。ごめん。これもインとさ、アウトとさ、この感覚を養うっていうのも健幹の中で、結構もう腕パンパンになってくるでしょ。であとこれに喧嘩って蹴りもあったりとかさ、膝蹴りもあったりとかさ、あーとかっていうのもあったりとか、そういったものも全部含めてなんだけれども、まずある程度痛みに慣れないとっていうのと、モーションをちゃんと的確に見てないと次の動作に入らないっていうことがあるから、目を鳴らす、打撃来た瞬間目つぶってこんなになっちゃったらもうタコ殴りになっちゃうし、あとトレーニング方法としてこうやってやって、もうちょっと前に行って、でこうやってあるしてる時にこうトン、うん、開ける自信ねトン、からこれ、うん、から持ち上げてトン、お前怖えよもろ手紙かよ、後頭部ぶつけろ、もう一回もう一回やってこう持って肩でトン、目が出てた。こうでしょ。うん。もうちょっと低く。うん。そう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 、そこ。トントン。おじいちゃんですもん。で、そういったね、例えば揉み合いになった時に、相手がこうわーってなった時に制圧する力っていうのは腰の強さっていうのかな、これは。これが絶対的に必要になってくるんで、この腰の強さとか重心移動とかっていうことも大切になるんで、恋人を持ち上げれるぐらいだろうね、うん、男なら、うん、すっきり断言するけど、何の努力もなしに何の修羅場もくぐらずに喧嘩が強く、いきなし強くなる人はまずいない、うん、だから、うん、怖くて足が震えたりとか手が震えたり声が震えたり、全然そんなこと構わない、うんうん、その恐怖心に打ち勝つ強さだったりとか、あとさっきのねトレーニングしますとかっていうものも毎日続けるための根性だったりとかっていうことを、少しずつ気持ち、気力と、ね、体力とっていうものっていうものを養っていくと、喧嘩っていうものに起きなくもね、なっていくわけだし、一番はやっぱりそういったことを回避する能力
自分の心に気持ちにね余裕があってっていうことだけじゃなくて、もしそういった場になったとしても即座に何かができる、こういった訓練とかっていうのは何かっていうと、心の中に闘争心だとか、防御心っていうものがあるんだけど、闘争心の中にね、そういったものとかをちゃんと心の中に植え込んどくっていうことが大事なので、ボディーガードとしてという形でいろいろ今までやってきたけれども、もともとの基礎で言えば誰かをきちんと守りたいだとか救いたいだとかで、自分が強くなりたいとか、かっこよく男として生きたいとか、毎日何かをコツコツ続けるっていうことが大切なので、そこのところが一番大事かなと思いますね。男なら女性に優しくちゃんと守ることも大切だけども、強さも必要なんで、一応こういったね体的なトレーニングとかもしたしたって思わすんでね、と僕らはきっとうまくいくと素直に笑えた日々を覚えている。メンタル最初どうした